続いて演舞するチームは同志社大学よさこいサークルよさろうの皆さんです。よさろうさんは高知流よさこいを全国にというのをモットーに鳴子を手にして活動をしています。活動場所は主に京都の中心地を流れる鴨川沿いということで、今日は京都からはるばるやってきました。京都も素敵なところなのでぜひ京都にも来てくださいということで、はい、それではよさろうさんにインタビューしてみましょう。今年の演舞の魅力は何ですか？はい、今年の演舞はですね、コンセプト、演舞名としましては春勝負といったことで、コンセプトは花笑みの舞、ネモフィラをイメージとした演舞となっております。このネモフィラの可憐な花言葉がどこでも成功っていう、すごい前向きな言葉なので、はい、それを体全身で表現するのがこの演舞となっております。なるほど、いいですね。実は自分たち東京花火とよさろうは校長坂の時に同じ宿舎の吉満というところに泊まっておりまして、そうなんですよ、まあ、裸の付き合いというところもありましたけれども、よさろうさん、吉満の感想をよろしくお願いします。はい、そうですね、吉満さんは本当に素晴らしい旅館で、やっぱり東京花火さんと近い部屋だったということもあって、やっぱそうですね、やっぱ本拠地は京都で東京だと思うんですけど、はい、まあそれを超えた何か絆がね生まれたと思います。その吉満を通して、はい、そうですよね、はい、素敵な旅でしたね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。最後に意気込みをお願いします。はい、もう日もしっかり落ちちゃって暗い中だと思うんですけれども、このよさろうの演舞を目に焼き付けていただければと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございます。Thank you.
羽のトーチは新たな明日へ。見てくださったお客様に最大級の感謝を込めてありがとうございました。よさろう、鉄心。